シワにはいくつかの種類があるそうです。ということで、尾崎クリニックの楠木先生に伺いました。皮膚の老化でできる、シワが一つ、表面のシワ。それと表情シワといって、動かすこと、目尻ですね、眉間、眉を上げることによって、そういうふうに動かすことによってできる表情シワ。あとは上から落ちてくるたるみによってできるおシワ。そういうふうな3つの原因ですね。シワの種類は主に3つ。皮膚の老化によってできるシワ、さらに顔の表情によってできるシワや、たるみによってもシワはできてしまうんだそうです。ということで、今回はシワを撃退する針を使った施術法と高周波による施術法の4つをご紹介します。最近綺麗になったよね。恋したとか知らないんだ、私の秘密。口コミ広場は楽しく見られる美容医療系ポータルサイト。聞いてるの？ごめん。本音の口コミが見られるからすっごく便利。さらにポイント還元までお得じゃん。あれ、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。